どうも皆さんおはようございます。おはようございます。今日は念願の雪です。待望の、すんごい降ってるけど、私の板さっき斜面止まりました。なので道具はちゃんとお手入れしないといけないってことですね。さきちゃんごめんなさい。ちょっとだけお借りします。ちゃんと壊さないで返すので、またお店で待っててください。本当にごめんなさい。さきちゃんごめんね。鼻。いや、行こうと思います。行きますよ。ハイブリッドキャンバーの板。おいえ。まさにおいえ。おいえ。おいえですよ。なんかそれかっこいい。お買い上げで。ありがとうございます。さきちゃんありがとう。ほら。いやすごいですよ。今までの重かった動きが。嘘のようだ。すごい。スノーボードの板を変えるだけで滑りが変わる。だからね、だから来てほしい試乗会に。何月でしたっけ。3月の25、26最後の土日ですかね。はい、詳しくはね、スライドラインっていうスノーボードショップの、多分この辺に出ると思うやつ。その辺に出してくわ、詳しくはこちらまで。あ、なんか、はい、キャッシーさんも行くっていう噂じゃない。私だし。キャッシーさんも行くっていう噂。はい、そうですね。あ、行くんですか。行きます。わかりました。なんか噂で聞いたんですけど、スライドラインっていうお店でエントリーするとビーカンのステッカーがもらえて、さらに、さらに、キャッシーさんと握手できる権利が、あー噂を聞いたんですけど、本当ですか。本当ですね。あーすごい。うわーうわーすごい。あ、嬉しそう嬉しそう。いやマジですごい。いや俺もね、スライドラインでエントリーしてキャッシーさんと握手しに行ったよ。じゃあ、はい、早く握手。なんで今転んだんだろう。いや、すごいですよ。近いけど。飛んでたし、刺してた。降臨して、あのスケーターみたいにスッて刺してた。もうね、ノーズの先っぽが引っかかりそうでヒヤヒヤして。おいえしすぎちゃいました。おいえしてた。新たなスーパーカーエンターテイメントの創造、カーガイ。Yeah.
そういたって。超美味しいですやっぱね、ここのね、ビーフシチュー、あれ美味しいんですよね。思い出の、私のね、青春の思い出が全部詰まってる。青春の味がする。あの頃の思い出を思い出す。思い出しますね、あの頃の。お水入れますか。12月からゴールデンウィークまで営業している竜王スキーパークで撮影された竜王シルブプレ、ビーカンファクトリー YouTube チャンネルでアップしています。ライター営業にアクティビティ、軽いパウダーにイージーなパークに上級者コース、そして変なメンツ、スノーシーズンを楽しむなら竜王シルブプレ。さらに詳しい情報はビーカンファクトリーウェブサイトへ。